上から車を見れるって素敵ですよね。こんなガレージ欲しいわ。許可なく勝手に、これ札束、札束出てけへんかな。はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらホンダカーズ大阪東花園店さんにお邪魔しております。今日はね、こちらお店を改装して、なんと駐車場もね、新しくなったということで、早速見ていきましょう。っていうかタイプ R 新しいタイプ R ね、もう来てましたよね。ちょっと見に行ってみましょう。っていうかね、いきなりタイプ R のこのね、これガンメタ、このシビックタイプ R ね、もう入れた途端売れちゃったということで、もうそのオーラがもうにじめてますよね。いや、こちらね、あの花園店さんはこのシビックタイプ R ね、結構、仕入れが多いんですよね。あの試乗もねできますので、皆さんぜひ予約してね、遊びに来てくださいね。いや、こうやってねお店レビューするの私初めてかも。前はね、あそこに大きい壁があったんですけど、それ取っ払って、奥の駐車場をね、広く拡張しましたね。あ、そうそう、ほら、中古車？花園店さんね、ホンダユーカーということで、いろんなね、中古車も取り揃えております。ざっとちょっと中古車見ていこうか。あ、ステップワゴンね、190万。あ、これめっちゃ安ない ?52 万、オデッセイ。あ、これいいんじゃねえの、これ52万。あ、ちなみに走行距離約7万5千キロね。52万で買えるんか。あ、これ Nボックス。Nボックスね、人気ですよね。84万なんですよ、Nボックス。84万に対して。いや、この52万、オデッセイお買い得やわ。いや、なんかね、久々にお店来たんで、なんかテンション上がるわ。お、これいいね、アクティトラック。アクティってもう確か売ってなかったような気もするな。57万か。うん、高いんか安いんか分からへんけども。ちなみに、走行距離は、7万9千キロ、約8万キロ切ってる感じですね。あ、フィット、ハイブリッド、100万円、みたいな感じで。ざっと、そうそう、ここね。ほら、見てくださいよ。めっちゃ広なってる。めっちゃ綺麗なってる。だいぶ広なっとるな、前の感じから。この白線から内側がね、車止めれるスペースらしいですね。いやー、すごいわ。こんな広くできるんやな。お客様専用スペースもね、増えましたんで、みんな遊びに来てね。で、こちら、カーポート。カーポートの下には、なんと大事に、シビックタイプ R と、インテグラがね、インテグラのタイプ R ですね、が、展示されております。こちらもね、中古販売なので、売ってますよ。うわぁ、こちら結構いかついですよね。ボンネットとかね、これ無限のパーツがついてるんですよね。インテグラ175万です。この車もね、ちょっと値段が上がりつつありますよね。で、このレア車、シビックタイプ R の、これ前のモデルになりますね。FK2 やったかな。449万。いや、これ高ない。高ないっていうかね、これ限定確か750台ぐらいやったかな。ものすごくね、数が少ないということで、本当にね、プレミア価格になっちゃってますよね。ちなみに走行距離は3397キロということで、これね、かなり綺麗な車体になりますね。なかなかこの程度の、タイプ R って出てこないんで、まあ、値段というよりはね、もう希少価値が高いので、お探しになってる方はぜひとも、ホンダカーズ大阪東花園店さんに来てくださいね。これも気になる。CRZ 178万。これね、後期モデルで、パワーアップしてるというモデルらしいですね。で、こちら、試乗ができます。これシビック、ハッチバックの後期モデルですね。で、こちらが、S660 ということで、モデューロ X ですね。モデューロ X もね、花園店さんいっぱいね、ありますので、ほら、これもほら、
モデュール X なんですよ。なかなかね、この2台取り揃えてるお店って少ないと思いますよ。いや、ぜひね、このモデュール X は、試乗していただきたいですね。やっぱ乗り味がね、普通のモデルとだいぶ違ってきます。その辺ね、やっぱカタログではわからないので、ぜひともお店に来て乗っていただいたら、いいと思いますね。まあ、購入する前にね、やっぱ乗ってみたいですよね。これ、フリードモデュール X の、しかも、マイナーチェンジ後のタイプになりますね。349万円と。ちょっとお値段張るんですけど、モデュール X ってね、やっぱ、特別なホンダという感じがしますよね。もう最初からチューニングされてるんで。っていう感じで早速、お邪魔しますって、中に入るまでだいぶ時間かかったな。では、ちゃんとね、手の消毒しときましょう。はい、店内入ってきました。こちらシビックの、ハッチバックですね。340万ということで、限定1台になります。即納車ということですよね。こちらもね、コロナウイルスの、影響で、納車が普通に今頼むと来年の4月ぐらいになっちゃうので、その辺皆さん、即買いたい方は花園店さんに来てくださいね。っていうかね、これほら、すごない？サンルーフタイプですね。で、確かこれちょっと、革張りシートになるんですよね、このタイプ。いや、でもこれいい色してるわ。で、こちらは新しいフィットですね。4代目のフィット。こちらも即納車ですね。こちらね、200万のホームのタイプになりますね。いや、塗装がね、綺麗だなと。最近のホンダって塗装切りくね、かっこよくね。なんかパールがカットるわ。これ真っ白じゃないんですよね。いやー、こんな感じでコーヒーもサービスしてくれます。わ、すごい。ミニカーがいっぱいありますよ。ホンダ E ないんかな。S660 NBOX とか、あ、N1 もあるんやな。へえ、あ、N1 や。カタログもいっぱい。あ、これあれか、全部ひょっとして無限。へえ、あ、これ無限カタログなんや、全部。あ、ジェードもあったっけ。 R は無限タイプ R ね。あ、タイプ R 無限カタログってあるんや。この2階をね、新しくしたということで行ってきますね。お邪魔します。階段を上がります。あ、カウンターになっとる。前ね、ここ2人掛けのテーブルがあったと思うんですけど、まあ、これもコロナウイルス対策ですかね。対面から、このね、人に接しない、まあ、壁じゃないですけど、あ、車を見ながらか。あ、いいね。これでね、人との距離を空けて、ソーシャルディスタンスも、保っててるという感じですよね。いや、その辺もね、やっぱどんどんね、コロナウイルスの、コロナ禍の中でも、お客さんに来ていただける対策をしてるという感じですよね。お、チャリ。これ、社長のチャリかな。そうそう、これ。NSX も買えますのでね。これ何が入ってんの？ちょっと勝手に。許可なく勝手に。これ、札束出てけへんかな。じゃじゃーん。あ、なんもなかった。あ、ちゃうわ、ちゃうわ。あ、へえ、すごい。こ、塗装見本めっちゃ重い、これめっちゃ重い。鉄板これ。はあ、同じ赤でもちょっと違うな。こういうのが、へえ、あ、これ内装のね。すいません。札束じゃなかったです。NSX 様買えます。上から車を見れるって素敵ですよね。こんなガレージ欲しいわ。すごいね、この花園店さんね、他のホンダさんと違ってなんかアットホームな感じしますよね。なんかあったかい感じがします。
はい、今日はですね、本田カーズ大阪東花園店さんにお邪魔しましたね。なかなかね、駐車場も大きくなって、しかもこういうね、シビックタイプ R とか、いろんなね、厳選中古車が取り揃えておりますので、皆さんぜひとも、本田カーズ大阪東花園店さんに遊びに来てくださいね。私ね、よくこういったホンダの、紹介しておりますので、興味のある方はぜひともチャンネル登録してくださいね。はい、というわけで、今日は、花園店さんにお邪魔したでした。じゃあね、バーイっていうかめっちゃかっこよくね。